友人にイヤホンをつけているせいか耳の穴が広がった気がするんだよねー、と話したら、ばっかじゃねえの。と侮辱されて切れたことがある。沸点が低いゆっくり霊夢です。証明する方法がないけど心なしか本当に穴が広がった気がするんだよな。あくまで自分が正しいと主張し続ける、頑固なマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは秦の初代皇帝である司馬遠の弟、司馬遊よ。彼はなかなかにかわいそうな人物なのよね。皇帝の弟か。こいつはなかなかに大物だぜ。さて改めて紹介するのは司馬遊、あざなお大遊。最初から最後まで兄と国の補佐をしたいとずっと願っていて、それをするだけの才能も持っていたものの、実の兄である司馬遠からずっと邪険にされて地方に追放された男。彼は一体どういった人物なんだ。司馬遊は司馬昭と王元気の三男として生まれた人物で、幼い頃から才能がある人物だともっぱら評判になっていた人みたい。そして彼の才能は成長してからも衰えることはなく、司馬遊はものすごく性格が良く、さらに人材をよく重用し、賢者に施しをするなど立派な人物になった。それでいて彼は本をよく読んでいたせいか、文章を書く技術が非常に巧みで世の手本だとまで評価されたの。まさに完璧超人という名が似合う人物ね。こんな欠点がない人物が存在していいのか。もちろん司馬遊は彼の兄の司馬遠よりも圧倒的に優れた才能を持っていたし、祖父の司馬懿は司馬遊と会うたびに、この子は大器だ、と言って司馬遊のことを高く評価していたみたい。そして司馬遊の父である司馬昭は兄である司馬氏に息子がいなかったので、司馬遊は司馬氏の養子にされた。司馬遊は義理の、父親である司馬氏が、司馬懿の後を継いで亡くなった時には彼はまだ10歳だったのにもかかわらず、義理の父の死を悲しんで泣き崩れて周囲をひどく感動させたみたい。その後、司馬遊は司馬氏の妻で義理の母にあたる養子にも孝行を尽くしたようね。おそらくまだ司馬遊は司馬氏の養子になってからまだたった数年だろうに、ここまで義理の父母に功を尽くしたのか。その後、司馬遊も三期常侍、歩兵行為という官職を歴任してお仕事をするようになった。彼はまだ年が若かったのにもかかわらず役任をこなせたようで、すぐに暗証校に報じられて英将軍にも任命されたみたい。まあこれも義理の父親である司馬氏の力と、実の父親で司馬氏の権力を受け継いだ司馬昭のおかげだと、も言えるけどね。司馬遊は義理の父も実の父親も権力者という恐ろしい父親を持っていた男だぜ。時に義の権力者である司馬昭は、晩年頃に自身の後継者を誰にするかで悩み始めた。と言っても司馬昭自身は長男の司馬遠よりも三男の司馬遊を自分の後継者にしたいと思ってたんだけどね。この理由は単純で、司馬昭はあくまでも兄の司馬氏の代理として権力を受け継いだだけだった、と考えたので、司馬氏の義理の息子の司馬遊こそが自分の後継者。というよりも司馬氏の後継者としてふさわしいと思ってたのよ。ここまで自分が兄の代理として権力を受け継いできたけど、ここでその誤った権力の流れを戻そうとしたってわけね。司馬氏の死後、本来は司馬氏の権力は義理の息子である司馬遊が継ぐはずだが、実際は司馬氏の弟である司馬昭がこれを継いだ。司馬昭はこれがずっと間違っていることだと思っていたんだろうぜ。実際、司馬昭は司馬遊のことをめっちゃ溺愛していたので、そういう複雑な思い抜きにして、市場で司馬遊を自分の後継者にしたかった可能性もあるっちゃあるけどね。まあ結果、この司馬昭の考えは多くの臣下からの反対を受けたせいで、司馬昭の後継者は長男である司馬遠に決まったのよ。この方が無難、だしね。三男でしかも司馬氏の義理の息子という複雑な男が司馬昭の後を継いだら色々問題が起きそうだから。司馬昭は司馬遠を後継者にすると、司馬遊が曹操の息子で曹丕と権力争いをして冷遇された曹植のようになるのではないか。と内心ずっと心配していたようだけども、むう、権力者にとっては才能ある身内が一番怖いしな。油断していたら自分の地位を奪われるかもしれないし。265年、司馬昭が亡くなると司馬遊はもう尋常じゃないほど父親の死を悲しみ始めた。その悲しみは常軌を逸していたと言われており、彼は食べ物を一切口にせずに衰弱したみたい。
ゆえに芝龍の母親である大元気は何も食べずに病気になったらどうするんですか。父親だけじゃなくて自分も、気遣いなさい。と言って無理やり彼の口に食べ物をぶち込み、ケイキという人物も、あなたはこれから兄上、芝縁様を助ける存在です。そんなあなたがこんなことをしてどうするのですか。ヒップですらものさなかでは食べ物を食べます。今のあなたは自分の命すらも大事にしていないので、ヒップ以下の存在です、と芝龍に言って、彼は無理やり芝龍に食べ物を食べさせたようね。後に芝龍はこのことを、ケイキは私に本当に大事なことを教えてくれた、と振り返ったようね。親身になってくれた母親と臣下たちがいなければ芝龍は餓死していた可能性があるぜ。芝龍の高校は美しいものではなくてもはや狂気だ。その後、芝将の後を継いだ芝縁は皇帝である宗官から禅譲を受けて皇帝に即位し、芝龍も西王に任命されたの。でも芝龍は西国に赴任はせずに中央に留まり続けたみたい。でもきちんとお仕事はしていたようで、芝龍は部下たちのお給料は西の国の税金できちっと支払い、病気や身内に不幸があった者には特別なお金を支払った。そして水害や干ばつが起きると民が飢えで亡くならないように食料の貸し付けを行い、その貸し付けた分は豊作の年に返せばよいとしたの。しかも民が返す食料は借りた分の8割だけでよいとの命令を出したので猛西の国では芝龍は大人気になった。ここで芝龍は、王族の衣食が国庫から出ているのがおかしいと思い、自国の税収だけでこれを補うべきではないですか。と上奏したものの、芝縁はこれを却下したみたい。芝龍は父親の死では多少危うい場面があったものの、それ以外の面ではさすがに優秀だぜ。後に芝龍は病気将軍にも任命されて参考と等しい特別待遇も与えられた。しかしそれだけの地位に上り詰めても芝龍はおごらず、いつも通り時には厳しく優しい政策を実行し続けた。なんか芝龍は中央にいる役人がちょっとダメなんで厳しく注意したところ、朝廷の内外の臣下たちは芝龍に悪いところは、見せられないと思ったのか臣下たちは自分の能力以上に働くようになった。後に芝縁は芝龍の持っている兵士を罷免させようとしたことがあったんだけど、芝龍の兵士数千人が彼の元を離れるのを嫌がったこともあり、後に芝縁はこの命令を撤回して芝龍に兵士を返還したこともあったみたい。芝龍は朝廷の臣下たちをピリッとさせる風格を持っているだけではなく、兵士からも慕われている。芝縁としてもちょっと面白くないぜ。後に芝龍は様々な官職を歴任し、さらに芝縁の大使の教育係にまでも任命されたみたい。さらに276年には華重の公認として祝宇侍中にも任命されて芝龍は文武ともに位人心を極めた存在になったとも言えるわ。優秀な上に兄は皇帝。そりゃ出世は当然だ。後に芝縁は病にかかって、さらに芝縁の大使も頼りなかったので内外の臣下は全員が全員芝龍に期待していたみたい。時に準局と風丹という臣下たちは常日頃より、皇帝である芝縁に媚びていたので芝龍は彼らのことを嫌っていたの。故に準局と風丹らは芝縁の死後に芝龍が権力を持つと自分の地位が危うくなると思って芝縁に近づいて、陛下の死後、大使は皇帝になれません、と吹き込んだの。これに芝縁が、なぜ皇帝になれないのだ。と彼らに聞くと準局らは、内外の臣下たちは西王である芝龍様に期待しております。どうして大使様が皇帝になれましょうか。それでも私の言葉を疑うのならば、試しに芝龍様に任地先である聖平家、と命令してみてくださいよ。きっと多くの者らがこれに反対するはずです、と芝縁に吹き込んだの。まあ芝縁の死後。さすがに芝龍が皇帝になることはないだろうが、皇帝の補佐役として権力を握る可能性は高い。故に芝龍と仲が悪い準局と風丹は焦っているわけか。そして282年、芝縁が西王芝龍を大芝、都督清州諸軍事に任命する、という御事のりを布告した。これは表向きは出世の御事のりだけど、裏を返せば早く中央から出ていけ、と芝縁は弟の芝龍に圧力をかけてきたわけね。この出世を芝龍は喜ばずに、私は兄から用済みだと判断されたわけだ。
と嘆き続けたみたい。さらに多くの臣下が芝縁に対して西洋を中央から遠ざけるべきではない、との意見を言ってきたりしたので、芝縁はこの意見を言ってきた者らの多くを罷免させたのよ。準局と風丹の言っていた通り、多くの臣下らが反対してきたわけか。そして翌年の283年、芝縁は芝竜に様々な褒美や特権を与えて早く征に行け、とせかしてきた。芝竜はこれが準局と風丹らの策であることを知るともう怒り狂って病気にかかってしまったの。故に芝竜は芝縁に対して亡き母の墓を守るために中央に留まりたい、と懇願したものの、当然芝縁は、これを許さずに出立をせかしたの。後に芝縁は芝竜の元に医者を派遣して彼の容態を診察したものの、その医者は皇帝である芝縁を気遣ったのか、西洋は健康だ、と嘘をついた。実際、芝竜の病は重くなる一方だったというのにね。その後も芝縁は早く征に行け、と芝竜をせかす、もんだからついに芝竜は芝縁の元に挨拶をしに行ったの。その席で芝竜はあくまでも気丈に振る舞ったために、芝縁はやはり芝竜は仮病だった、と思ったみたい。その後、芝竜は出発の準備をしている最中に吐血して亡くなったようね。この時、芝竜は36歳だったみたい。兄の補佐をしたいとずっと願いながら、それが叶わなかった人物だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。まるで宗師と宗職の関係を見ているかのようだったぜ。それじゃあ今回はここら辺で。